農林水産省穀物課の高坂と申します。と、画面映っておりますでしょうか。大丈夫です。はい。と、それでは、私の方からですね、国産大豆の生産、需要をめぐる動向についてお話しさせていただきます。まず、生産量作付け面積の、大豆の推移についてです。令和3年産はですね、天候に恵まれまして、一部、九州などの地域で大雨の、被害があったんですけれども、生産量としては、24万6500トンとなりました。作付け面積については、令和3年産では、前年比3%増の14万ヘクタールとなっております。令和4年産の生産面積についてはですね、先日発表がありまして、約15万、1400ヘクタールとなっております。生産量についてはですね、令和4年、今年、東北の宮城ですとか、北陸など、夏の豪雨の影響を受けた地域もあります。また、九州などでは台風の影響もありました。そういったところもあるんですけれども、トータルでは令和3年産を、少し上回る見通しをしております。と、次に、都道府県別の生産量作付け面積単収についてです。と、令和3年産、上位から順に、北海道、宮城、秋田の順に、面積が多く、平均単収についてはですね、全国平均で10R あたり161キロ、北海道、新潟、栃木の順に多かったです。こちら、都道府県別にご覧いただいている通り、全国的にですね、差、ばらつきもあるんですけれども、農林水産省としてはですね、全国的に、生産量、単収を底上げていく、必要があると思っております。それを、そのためにですね、令和2年度から、麦大豆生産性向上プロジェクトを実施しております。令和4年補正の予算についてもですね、12月2日に成立しておりますので、後ほど、説明させていただきます。と、続いて大豆の価格動向についてです。大豆の価格についてはですね、その生産量の減少などによって価格が変動するんですけれども、今年はですね、茶色いグラフで、国産大豆の入札取引価格を示しております。令和3年産については、平均価格で60キロあたり9,709円となっております。こちら、令和3年産で前年よりも生産量が増加したため価格が少し下がっております。また、緑色のグラフで示しているのが、米国産の、ノン GMO の、価格となっております。非電子組化の価格です。こちら、平均で、令和3年産については8,460円となっております。こちら、ウクライナ情勢などで流通が不安定となったり、また円安の影響を受けてですね、価格が上昇しています。今後も海外情勢、いや、円安の動向により変動すると見ております。ご覧の通りですね、国産の価格と、海外産の価格が、均衡してきているという状況になっております。続いて、大豆の需要動向についてです。大豆の需要量は中期的に増加傾向で、推移しておりまして、左側の、表にございますように、令和3年度は、約350万トンとなっております。食品用についても需要は堅調で、近年は約100万トンで推移しております。このうち国産大豆は約24万トン占めております。国産比率、その大豆のですね、国産比率、自給率については、食用では、約24%、輸入用を含めると7%となっておりまして、他の品目に比べても低水準となっております。続いて、大豆の用途別需要動向ということで、こちら、大豆がですね、どのような加工品にどの程度使われているのかというのを示している図です。
白い円でですね、大豆の使用量、オレンジので塗られた丸で、国産大豆の使用量を示しております。こちら、令和2年度ベースでの推計値となっております。特に、豆腐で、使用量46万トン、国産については、11万トンと推計しており、国産比25%、納豆ではですね、使用量19万トン、そのうち国産が3.9万トン、比率については21、国産が21%ということで、こちらの使用量のボリュームが、大きいと見ております。その他、味噌ではですね、国産比率は7%ではありますけれども、地元の、大豆を使いたい実従さんですとか、国産に切り替える実業者さんもいらっしゃいます。豆乳についてはですね、全体の、消費量が、伸びているということで、こちらも、一部実需では、差別化の観点から国産大豆を使用しているところもありまして、国産使用量の増加を期待しているところです。また醤油についてはですね、多くの商品では、海外産の脱脂加工大豆を使用する傾向は見込まれるんですけれども、他社との差別化ですとか、あとは地元産に、のこだわった商品ですとか、そういったもの、一部商品にですね、国産の丸大豆を使用しているメーカーさんもいらっしゃいます。続いて大豆の需要動向で、今後の大豆の需要見込みについてです。今年の8月から9月に今後の、アンケートに、失礼しました。今年の8月、9月にですね、実需者の方にアンケートを取らせていただいたところ、148社から今年回答いただきました。そして、質問として、令和3年度の実績と比較して、今後の、大豆の需要見込みについて伺いました。その結果ですね、すべての業界を通じて今後の5年間の大豆使用量、増加見込んでおります。続いて、そのアンケートの中でですね、国産大豆をの使用を増やす予定の実用者の方に理由を尋ねましたところ、主な理由として、消費者ニーズに応えられる、付加価値が向上するという回答がありました。また、増産を希望する産地についてはですね、北海道産のほか、地元に近い産地の増産を望む傾向が見られまして、全体的に、増産を望んでいるという回答がありました。続いて、最近の国産大豆使用量の変化としてですね、ロシア、ウクライナ情勢を受けた大豆取扱量の変化について尋ねましたところ、左側のグラフに、ございますように、国産大豆の取扱量を増加させたと回答した割合が約2割で、一方で海外産大豆の取扱量を減少させたという回答が、約17%ございました。この結果によりですね、海外産大豆から国産大豆へのシフトが一部で進んでいることが表れていると思います。続いて、業界ごとの国産大豆の使用品種の内訳です。こちら、豆腐、豆乳、納豆、味噌、煮豆、全体を通して豊まさりですとか、福豊の回答の割合が多かったです。豆腐では里の方々ですとか、納豆では雪質か、味噌では流芳ですとか、煮豆では3割程度が黒大豆という回答が得られました。続いて、流通形態についてです。大豆の購入の形態について、紙袋とフレコン、コンテナ、その他の中からですね、回答をいただいたところ、当社全体では、中小規模の、メーカーさんも、多かったということで、紙袋の割合が62%と多かったんですけれども、大豆をですね、国産大豆、海外産大豆に限らず、全体的に500トン以上使用している回答者におかれましては、フレコンの納入を希望する割合が、フレコンの納入を増加させたいという割合が、約4、6割、フレコンとコンテナを合わせますと72%となりまして、紙袋を希望する割合を上回っております。この結果を受けまして、今ですね、大豆の流通としては、
紙体が主流になっているんですけれども、これから国産大豆を増やしていくという観点では、こういったフレコンやコンテナなど大規模な流通、効率的に輸送できる形態に対応していくということが重要と考えております。と続いてですね、農林水産省の取り組みについてご紹介させていただきます。食料農業農村基本計画ではですね、こちら令和2年3月に定めておりまして、大豆については生産努力目標34万トンに設定しております。とこの、大豆の生産増加させるためにですね、団地化やスマート農業によるコストの低減、また排水対策の強化、耐用性加工適性などに優れた新品種の開発、導入を通じて、ね、生産性向上を取り組んでいくことが重要と考えております。と最後にですね、農林水産省の、令和4年補正予算について紹介いたします。こちら国としてもですね、麦大豆、自給率が低い品目ではあるんですけれども、それを、国産化というのを非常に重要と考えておりまして、麦大豆の国産化の推進のためにですね、令和3年度補正では、約33億円程度だったところ、4倍の、金額で、措置しております。と考え方としてはですね、生産、流通、消費3つの側面から総合的に、麦大豆の国産化を支援するというものです。大きく分けますと、左側にあるように2つありまして、まず1つ目が国産小麦大豆供給力強化総合対策、2つ目が、こちらはハード、倉庫ですとか、あとは施設、また農業機械の支援なんですけれども、産地生産基盤パワーアップ事業の中に、麦大豆の枠を設定しております。内容としては、1番目の、総合対策ではですね、生産対策として、昨年は水田向きだったんですけれども、畑地も対象にしてですね、作付けの団地化やブロックローテーション、技術の導入などを支援しております。支援いたします。また、流通対策なんですけれども、大豆についてはですね、流通構造の転換に向けた、新たな流通モデル、作りとして実証事業を、措置しております。また、消費対策の観点ではですね、こちら昨年からも行っているんですけれども、麦大豆利用拡大事業として、国産の麦大豆の利用拡大に取り組む事業者に対してですね、新商品開発や PR マッチングということで、具体的な新商品、国産への切り替えの時にですね、パッケージを変える必要があると思うんですけれども、そういったパッケージの切り替えですとか、あとは、新商品開発のための機械導入なども支援しております。と2つ目の、産地生産基盤パワーアップ事業の中ではですね、こちら、産地と実利を連携して、国産麦大豆の取り扱い増加させる、場合にですね、農業機械ですとか乾燥調整施設の導入、ストックセンターの麦大豆の保管倉庫のことです。とまた、食品加工施設の整備などを支援しております。とこちら、非常にですね、乾燥調整施設の更新ですとか、導入、また、保管倉庫、足りていないという状況も非常に耳にしております。こちら、このようなハード事業はですね、関係者との調整などに、申し込みたい方からすると時間がかかってしまうものだと思いますので、ご希望される場合は早めにご検討いただいて、都道府県などに、また政局ですとか、水産省に相談いただければと思います。最後にですね、こちら、表彰の制度なんですけれども、全国豆類経営改善奨励会ということで、大豆ですとか、松髄園芸落花生の、農業者さんの表彰の制度を行っております。1月20日がエントリーの締め切りとなっております。詳しくは、記載のある、窓口にですね、事務局に、お問い合わせいただければと思います。以上となります。
ありがとうございました。それでは、質問をお受けしたいと思います。ご質問がある方はチャットにご記入ください。まず、事前にいただいた質問がございます。資料の1ページの内容だと思うんですが、国の方針として大豆生産を、推進しているにもかかわらず、中長期的に見ると生産量が伸びていないように見えます。理由は何だと思われますでしょうかという質問です。小坂係長、いかがでしょうか。はい。ご質問いただきありがとうございます。生産量が伸びていない現状、原因ということなんですけれども、いくつかあると思っておりまして、それはですね、そうですね、まず担い手が減少しているということがあると思います。またですね、生産量については、気象の影響も大豆は非常に受けやすい作物でもありますので、そう台風などの影響で、収量が下がってしまうという、年もございます。また、そうですね、担い手の問題と、あとは、そうですね、本州でいうと、その大豆は、添削作物として、米、田んぼでですね、作っていくというケースだと思うんですけれども、その、米から、大豆への添削する上では、その機械の導入でしたり、あとは、高齢の方にとっては、添削、大豆に変えるっていうのも、ハードルが高いというところもあるとお聞きしておりますので、そういったいろんな原因が、あると思うんですけれども、水産省としてはですね、生産対策にですね、力を入れて、支援していきたいと思っております。はい、ありがとうございます。もう一点ございます。資料の7ページの国産大豆使用の移行のページなんですけども、棒グラフの説明、上のリード文のところでですね、増産を希望する産地については、北海道産のほか地元に近い産地の増産を望む傾向が見られたとあります。右側の棒グラフを見ると、関東を希望する産地というのが少なくてですね、関東は実需者も多いと思われるんですが、関東に増産を望む数が少ない原因は何でしょうかというご質問が来ております。小坂係長、よろしくお願いいたします。はい。ご質問いただきありがとうございます。こちらですね、回答いただいた実需者の方が全国に広がっていて、確かに関東のメーカーさんも多いとは思うんですけれども、この148社で、それの中を見たときに、関東が、割合が多いかというと、そこまでではなくってですね、全国に広がっていたということで、あとはですね、その、実需者の方で、大きいロットを望まれる方とかは、北海道に、を希望しているというところもあります。あと、ですね、そのような、はい、今回、あくまで、148社の方、全国で、非常に多数の、メーカーさんがいらっしゃる中からすると、わずかと、一国一部、ということで、全体の、全国の、傾向を、必ずしも反映できているかっていうところもあるんですけれども、結果としてはこのような結果となっていて、決して関東の増産を望んでいる、方が少ないとは私は見ておりません。はい、全国に、それぞれ、地元産の、ものを希望されている長野でしたら、関東の方、関東の増産ですね。そういった傾向は全国的にあったのかなと感じております。はい、ありがとうございました。質問は以上です。高坂係長、ありがとうございました。